巨人最終戦、お互いチームの柱のピッチャーが投げてて、投手戦らしい、まあ、ゲーム展開ではあったんだけども、戸郷にしても、まあまあいいとは言えないような状況だったのかなっていう感じはあります。確かにいいボールと悪いボール、まあ、はっきりしてたとこもあるし、その辺を佐藤君の落ちないフォークボールをしっかりホームランにできたのは、これはもう本当に完璧なホームランだったのかな。まあでもその後、まあそれなりに、まあフォアボール出したんだけども、粘って立ち直ってはいないけど、まあまあ7回途中まで投げれたっていうのは、よく粘って投げたのかなっていう感じします。まあ西の方は、まあ西らしい。といえばらしい。巨人に点数取られてないっていうのはちょっと余裕もあるようなピッチングも見えてたし、巨人のバッターが、まあ、タイミング合ってないといえば、もうほとんど合ってないような甘いボールも結構あったんだけども、もうホームランされてもしょうがないようなボールもあったけども、まあ、バッターの方がタイミングはずれてて、まあ、しっかり飛ばせなかったっていう、まあ、西が巨人戦に、まあ、ちょっと相性がいいのかなっていう感じに見えてたんですけども、6回のまあ、中田のホームランとブランコのホームランに関して言うと、まあ、その前インコースのシュートが甘いのをセンター前に、まあ、今年で初ヒット打たれたんだけども、これはね打った中田の方が強引に引っ張らないでセンター返しで、まあ、打てたっていうのが中田の方がうまかったかなと思ってくれればバッテリーとしたらいいのかなと思ったんだけども、次の打席でインコースをファール打たれて、それで、まあ、外に行ったんだけども、ここでなんでまっすぐだったのかなっていうちょっと疑問がある。こう逃げていくボールにしてほしかったのは、結構ボール空振りするバッターなんで、まっすぐかシュートか分かんないけども、ちょっと外から甘く入ってきたのをしっかり振られてしまった。まあ、この選んでるボールが、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ系が多かったっていうのは、ちょっとこう、残念だったかな。だったらもう逃げていくボールで様子見て、それから、得意のツーシームでも良かったかな。この一球がちょっと疑問に思う外のまっすぐ。あんまりまっすぐない、投げないピッチャーがなんで中田に関してそれを言ったのかなっていう、ちょっと疑問に思う一球でした。それを失敗しないで中田がホームランにしたっていうところも立派なんですけども、まあ今中田にしたらそう、まあ、結構ホームランも出てるバッターなんで、甘いボールは失敗してないのかなって感じも受けた、まあ一振りだったんですけど、これちょっとこう安易にまっすぐ行ってしまったのかなっていう感じる一球でした。運命堂君と、まあいつも気分振る西も振らないでまっすぐ行ってしまった、まあ打ってこないと思って投げたのかっていうところにこうちょっと疑問があったんだけども、もう結構ね遠い低いところは空振りするバッターなんで残念に思う、まあ逆転のソロホームランと、あと次に打たれたブランコのホームランも完投フルカウントになっての外のまっすぐ系だったのか、フォークが落ちなかったのかをしっかり振られてしまったっていうところに、なんていうかな、その安易じゃないけど、まあフォアボールが嫌だったのかっていうところもあるけど、まあでもバッターは買い出しに行くんで、今日はそのブランコは結構ね、1打席目からタイミング合ってるなっていうふうに見てた。で、その中で、ほとんどインコースに投げなかったっていうのが、ちょっと外の遠いボールをしっかり振られてるっていうのはちょっと印象にこうあるんだけども、一球でもこうインサイド投げといったらボールが届かないのかなっていうのも自分の中では見ててあったんだけども、ちょっとこう抑えてる、点数取られてない、その今まで28人ぐらいゼロだったのがあるんだけども、まあその辺が、でも今日のボランコはタイミング合ってるような気がした。で、まあフォークボール系ももう見逃して、空振りしなかったのも、まあ、その一つであるんだけどね、それをいつも空振りするボールをしないで見逃してたっていうのも、今日はこういいイメージでボールをこう見逃してたかな。まあ、大川のとこもそうなんだけどね、外に行ってれば、全部空振りのバッターが、本当に真ん中寄りのカットボールかスライダーを、まあ、三塁打にされたっていう、その一球もちょっと、まあ、投げミスなんだけどね。まあ、それを全部振るバッターに対して、まあ、あわよくはホームランくらいの打たれたのもコントロールミスなんだけども、それ前も外のボールからボールをアンダー空振りしてるのも、見てるのも関わらず真ん中に行ってしまって、三塁打打たれたっていうのもね、結構甘いボールがあったっていうのが今日はちょっと目についたところなんだけどね。ほんでまあ一番はまあ吉川のね、ツーアウト取ってかね、初球打たれたのがちょっと残念すぎるかな、同点。まあ話がこう逆になってるんですけども、
配球じゃないけど入り方にちょっと残念なところがある。やっぱりいつも言うみたいに初球に打たれてほしくないね、西君みたいなくらいのピッチャーになったら。せっかくツーアウト取ってスクイズ失敗、ツーアウトを取ってもうゆっくり吉川を攻めてアウト取ってほしかった。その初球に、まあ、ツーベース打たれたのとはちょっと、まあ、同点に追いつかれた時点でちょっとこう阪神の方が後手後手になるような試合展開になってしまったかなというような感じで見てました。まあ、戸郷の方も、まあ、1点は取られたけどもそれなりに頑張って7回まで持ちこたえた。まあ、7回は結果的に全部がその原口にもまっすぐを甘いまっすぐを打たれてトップバッターね、もう本当にこう安易にまっすぐを投げたいに打たれてるケース、今日の両方のピッチャーにこうちょっと目立ったとこかな。まあ、誰も変化球ヒットなんか打ってないんだけども、そういうカウント取りに行ったボールを打たれてるっていう先発ピッチャーのちょっと残念なとこが目立った試合かな。だからホームランの方がね打った方がもう本当に立派なんだけど、まあ、お互いに3点と1点なんで2点か、まあ、よう頑張ったかな、この大事な試合の時にっていうのあるんですけど、もうちょっとこう頑張って投げたら取られないで済んだかなっていうところもちょっとあるんですけど、自分の中ではね、やっぱりこう、ちょっと時間をかけたら、まあ、吉川なんか今日タイミングが合ってないんで、押されたのかなっていうところもあるし、戸郷にしても原口に打たれても、今、調子いいバッターにやっぱり高めのまっすぐ球をスッと投げてしまって、まあ、先頭バッターで、まあ、2点目取られたっていう。だから、そこのマルテのとこも、なんでまっすぐだ、まあ、フォークは落ちなかったんだけど、あれだけインコースでツーストライク取ってて、結局、勝負球が落ちなかった、まあ、タイムリー打たれたっていうところもあるんだけども、まあ、その辺がちょっとこう、マルテももう今ずっとね、代打で成功率が高いんで、調子がいいと思うんだけども、もう安易にそのインコースの2球があんまり効果なく、あんだけインコースを振らないバッターに対して何を待ってたかなってバッテリーで考えたらちょっと違うんじゃないかなって思うとこもある。もう勝負どこのね1球2球のあれが残念な投球だったかなって、内容的には2点3点なんでもう全然問題ないんですけども、こう勝負どこで頑張らないといけないところで頑張れなかったのかなっていうのがちょっと残念に思う投球でした。ここはもう巨人の、まあ、高梨で、まあ、左が続くんで、まあ、これはもう巨人の、まあ、高梨かけた、まあ、原監督の成功で、だから次のね2番まで塚本まで投げさせたっていう、もうその計算通りの、まあ、高梨が3人で抑えたっていう。まあ中の1番で、まあ、変えることはできないと思うよね、いくら調子悪くても左が来たからって。そこはもう左でも右でもまあ率は低いけど、まあ打ってる時も打ってるんで代打出すことはまあありえないよな。これはもう、まあ、誰が監督やっても変えないとこだと思う。まあ、1球目2球目でポンポンとアウトを取れてるから、まあ、変えられてもしょうがないっていうとこもあるけどね、勝負かけるんならね。ただショートだからね、まあ、守りの軸だからそれはもうできないと思う。まあ、この時の、まあ、大城の攻めは全部シュートで攻めてきたっていうのは裏返ったのかなと思うくらい、まあショートフライになっちゃったけど、まあしっかりもう3人ね高梨に押されてしまったんで、まあ8回なんか先頭から始まるとこでも2人ピシャッと抑えられたんで、まあ8球はもう何もできなかったねってことになっちゃうな。高梨が近本まで頑張って、でまあ大山に鍵谷が来て、まあしっかり抑えたっていうね。でまあ9回は大勢がしっかりもう思い通りのピッチングできて佐藤三振のっていうところやな、残念ながら。ゲームが少ないっていうのが、まあ、巨人に対しては阪神が終わった時点で3ゲーム多いわけだから、これ勝って3試合連続勝ったら、まあ、1.5 離れるわけだから、まあ、逆転される可能性もあるよね。まあ、どっかで巨人が負けた時に勝っておかないと。だから阪神はもう本当に1ゲーム2ゲーム離して全部終わっておかないと逆転されるっていうケースも出てくる。それはヤクルト優勝かぶってるから対戦相手としたらやっぱり厳しいよな。この間も言ったけど巨人は中日戦が多いわけだから、その戦のギャップは結構大きいよ。もう優勝するチームは一生懸命来て早く優勝決めたいってかかってくるし、相手は6位のチームとやるのでは、まあ中日も一生懸命やるだろうけども気持ちが違うよな。それはやっぱりヤクルトの方が厳しいよ。相手のこと気にしてたらダメなんだけど、まあ自分のところが
勝つって野球をしないと、その結果負けてくれたらありがとうの方が、まあ、理想的だけどね。だから今の状況ではサインによるけど結構厳しいよね。その対戦相手とかいろんなことを考えると、現場のそのチームの雰囲気とか、今日負けたことによってどう思ってるかもあるし、まあ5割でいいんじゃないの、五分五分でいければ残れるかなと。甘く言ってよ、甘く言って、まあ全部勝ってっていうのは厳しいから、まあ五分で頑張って入れれば、甘く言ってまあまあ残れるかなと。それが6、7になればもうベストだけど、で頑張れればまあまあ残れるかなと、そんな感じで見てるけど。だから今言うみたいに巨人の方が3試合多いっていうところに、巨人の方がちょっと優位なのかなっていう。ゲームだけ考えたらね、ただ連敗する可能性もあるっていうのもあるし、どっちに出るかは巨人の勢い次第だな。まああと広島と2つぐらいあるから、直接対決あるから、もうそこで任していかないと5位になる可能性もあるよね。せっかくね、出だしから来たら、せっかくここまで来たんだから、まあ、もう一頑張りしてほしいよね。ダントツ最下位からここまでも争えるくらい頑張ってきたんだから、もう一頑張りしてほしいと思うけど。皆さんの質問に答えたいと思います。まあ、僕も結構言ってますけども、まあ、フォークボールは確かにいいボールである。だから自分の中では、そう、何球も投げる、まあ、一人のバッターに何球も投げるボールじゃないって、まあ、昔から言ったら変ですけども、1球で空振り取るっていうボールで投げてほしいって、常に練習の中では教えてきてるし、まあ、それファウルになったりするんですけども、ただまあ、この間もまあ藤浪が投げて、まあ、梅野が0点の話をしたんです。だからそれだとやっぱりこうイニングも投げれないし、スタミナあるかな、結局握力も球数いくと、まあ、フォークボールの場合は指でしっかり挟まないといけないんで、まあ、弱ってくるのも確かにあるし、その辺がこういいボールと思ってるのが、今みたいに落ちない時にはいいボールではなくなるボールなんで、まあ、基本的に言えばベースの中に投げないといけないボールね。まあ、例えばスライダーはベースの中から外に曲げられる。でもフォークボールっていうのは、ベースの上から下にしかこう投げれない。だから落ちないときにバッターとしたら、まあ、さっき、半速球になったやつはこう打たれやすい。例えば初球から打たれるのを嫌で出して、バッターが振らなかったらただのボール。それで、まあ俺なんかは、まあランナーがいるときはいいとして、なんでその監督を悪くするボール1球目から投げんのっていう、結構そういう話をキャッチャーにしたことがあります。だったらもっと違うボールでカウント取れたらいいんじゃないのっていう。本当にただもう振ってくれてワンストライク。振ればワンストライクだけど、振らなかったらワンボール。そういうボールであるってことをもうちょっと認識してほしいかな。だからこうピンチになったら、梅野なんかでもフォークボールから入るケースも悪いとは言わないけど、それが振ってくんなかったらボールになっていて、カウント悪くなっていくのも頭にないといかんなっていうふうにはいつも思って見てますけど、僕もあんまりにフォークボールに頼ると、まあ今のピッチャーというよりもキャッチャーの方が、阪神だけじゃなくて、もうフォークボールでストライク取ったり勝負行ったりしてるケースも多いんですけど、結構落ちないボール投げてるケースも結構見るね。だからもう本当にフォークボールはボールになるボールなんで、1球で空振り取るっていうつもりだから、追い込んでしか使わないっていうのも昔はあったんだけど、今はまあ初球からストライク取ったり、まあ、空振り取ったりして、両方投げてるピッチャーも結構多いんですけど、まあ、そういうところにそのピンチになったら、本当にいいボールだと思ってるのが、多少梅田とか、まあ、坂本にも僕もあるかなと思って見てます。ちゃんと落ちてくれれば空振りでナイスボールになっちゃうんだけど、今みたいに落ちないやつは結構打たれてるケースもあるんで、まあ、そのボールにばっかり頼っちゃうと、こういうケースも出てくるっていうのを、まあ、覚えていった方がいいかなと思うよね。